疲れ様でした。お疲れ様でした。今日お土産やりますよ。特大洋館店。私美味しいね。美味しいね。代々美味しかったですよ。熱海といえば時和洋館さんですけどね。買っちゃうから食べよう。いただきます。代々、はい。これ今一番人気。うん。うん、そう。本当に羊羹としてのクオリティが高いんですよ。高い。もう全国のマジで美味しい。お取り寄せランキングでも全国ね、まあ、かなり上位に来ましたね、うん。注目されてます。大月で結構羊羹食べるんですけど、うん、これは本当に美味しい。うん、もう本当美味しい。本当美味しいよね。うん、あの白のやつ、はい、すんごい優しい味ですね。赤白二流、うんうん、白と赤あるんですけど、これまず白から食べるのが正解なんですよ。あ、そうなんですね。味が対照的。赤すっごい美味しいです。赤はね、インパクトがかなりあるんで、うん、ありますね。これ桜ですか、ね、桜の桜の味が、まあ、葉っぱを使ったものって結構あるんですけど、これは桜を一枚一枚丁寧に職人さんが処理して作ってますね。花びらで、うん、これいくらでも食べられちゃいます。ですよね。1本あっという間ですよ。ねえ、じゃあ代々ありますので牧野さんにあーしよう。いや、やめてください。自分で食べますから。あ、なんで、なんでそんな拒むんですか。いやいや、やめてください。なんで、やめてください。ちょっと距離を貸してください。拒否られた。ちょっと、なんで、あーして、あー、そういうのでイメージ下がるでしょう。イメージで、はい、置いて、誰の何のイメージ。下がるの。誰の何のイメージだろう。基本新庄君なんか静岡いちご娘の、うん、そうですね。三つともね、なんかつまみ食いみたいな感じで、そうそうそう、そう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 。男性の敵増えるからダメ。絶対ダメ。知らなかった。好感度気にしてます。距離置いてみんな。女性とさ、そういうこと、なんだろう、男の人とイチャイチャすると、ええ、男性票が下がるっていうのを気にするのは分かるんだけど、男子が気にするんですか？します。同性が。ダメ。もう見ててイチャイチャしてたらダメです。イチャイチャじゃないじゃんね、ね、別に。そうですか。はい、失礼しました。はい、NG ゲーム。大大美味しい。熱海は日本一の生産量、大大大大これ4回目だから今日4回目。熱海の観光大使、オファーお待ちしております。でも本当、熱海行きたくなったね。え、本当ですね。ね、温まりたいですね。はい、温泉でおすすめは大湯。大湯、はい、あの徳川家康がそこのお湯が好きで、うん、そこに泊まってって、うん、後からお城に取り寄せたっていう、ね、すごいですよね。すごい、お湯を取り寄せるってね。そうなんです。こんなんですね。殿っぽい、殿っぽい、ね、今日湯前神社の前にありますので、ぜひ行ってみてください。はい、でも実は私も行ったことないんだけど、ね、あの時入らなかったです。お湯にはもったいない。はい、ぜひ、うん、また熱海行きましょう。